チワワ、ボーイズ&ギャルズ、皆さん元気ですか？今日は一日どうでしたか？今回草刈りと食事のビデオをシェアしようかなと思いました。この間外の草が長すぎてジャングルみたいになりました。なので機械を使ってカットしました。今の音はちょっと取って、なぜならとてもうるさいなのでこれは音フェチにならないと思います。これを見ながら、ガムを食べながら、音が好きなら嬉しいです。皆さんも草刈りしたことありますか？全部びしょびしょになって泥とかワイルド感じ、ワイルド感じになって好きです。今の時代は機械を使うとすごい仕事は早めにできます。全部は2時間半ぐらいかかりました。でも機械だけではなくて手でフィジカル仕事もしました。ちょっと小さい修理をした後は手でのビデオが出ます。草はその中に入って、または回ってる切るプラスチックは短すぎてちょっと直しました。修理しながら顔と首全部蚊で刺されてしまいましてちょっと大変だったけど、まだ好きです。あそこの草の中、私にちょっと左紫みたいな葉っぱもあります。そこはスイートポテト、芋が植えました。でも今葉っぱしかないです。では今好きな人のためにと草刈りの音を出します。Enjoy。
全部終わった後シャワーを浴びないといけないなので、シャワー浴びながらグランドテフトと GTA 5 City のラジオの音楽を聴きました。80年のスタイル聞いてみてください、興味があれば。その後はちょっとなんかお腹空いて、ご飯は豆ミックス、豆腐チーズ、豆パンに挟んで少しグリルして食べました。またはの準備終わった後は、私いい子なのでお皿洗いすぐにして、これ終わった後だけ食べます。いつもこの通りやっています。皆さんはもうこの通りですか？これで終わりたいと思います。皆さん、見てくれてありがとうございました。